はい、プロペラでーす。今年最後のマイニューギアということで、こちらを手に入れました。ワウ10の、まあよく V1.5 と呼ばれるものですね。マジックテープは自分で貼ったんですけど、まあようやく、まあ本物をね、手に入れたなという感じ。本物というか、まあヴィンテージというか古いものをね。ちょっと後で写真は載せますけど、この黒ワウとグレーワウがあるんですけど、グレーの方がおそらく確か初期型なんですよね。で、この黒い方が後期型なんですけど、あんまり見ないんですよね。フルシアンテといえば、まあ WH10 だと思うんですけど、彼が実際この黒ワウの方をね、使ってた時は、カリフォルニケーションとか、あとはまあ初期の、バイザウェイのボードでは確認ができるんですよね。で、その後はずっと多分もうグレーの個体に変わっていったんじゃないかなと思うんですけど、おそらくそのバイザウェイの、まあ初期のライブの頃に踏み割ったんじゃないかなと思うんですよね。まあ想像ですけど、ここはこういう本、皆さん持ってます？僕もね、これ出た時すごい嬉しかったんですけど、まあ今見るとね、間違った情報もすごい多いんですけどね、当時はもうこれ頼りだったわけですよ。うん、で、何が言いたいかというと、確かこれに、デイブリーっていうそのギターテックがね、WH10 がなかなか見つけるのが大変だっていうのを言ってたような気がします。確かこの本かなと思うんですけど、まあ読んでない、確認しないんでわかんないですけどね。で、まあ、ここを読んでいくと、母乳ブラッドシュガーの頃は、灰色のモデル、まあグレーのね、この個体をね、使ってたみたいなことを書いてます。まあこれも、まあ、この本がちょっと信憑性がだいぶやばいので、ちょっと本当かわかんないですけど、まあ復帰後はブラックを使っていたということですね。ここに書いてますよね。まあアイバニーズ側に、まあ、世界中から要望が来て、まあ、係を深くしてほしいとか、まあ、個体のカラーをブラックにしてほしいとかいう要望があったらしいですね。それで、まあ、黒になったんだと、いうことが一応書かれてます。ここは、まあ、信憑性高いんじゃないかなと思いますけど。で、まあ、こういうふうによく言われてます。このバイザウェイのブラッシングで聞けるってね。まさにそれですよね。僕が、グレーの個体を持ってないので、まあ、今後はね、ちょっと手にしたいなとは思ってしまいますけどね、さすがに。グレーの個体と比べることはできないんですけど、この隣にある、この V3、よく使ってます。これ、アルミの、個体で、すごく頑丈にできているので、まあ、壊れる心配はほとんどないのかな。ただ最近このインダクターなんですかね、ここにガリが出てきてしまったんですよね。ちょっとそこが懸念点。これと同じ感覚でこのワウ踏もうとするとやっぱここがちょっとたゆんだりするんですよ。すごい怖い、実は。そうそう、やっぱね、割れないようにちょっと気をつけようかなと。で、そう、その、今ちょっと話が逸れてしまったんですけど、その、黒ワウをね、要は使ってた時期、まあ、カリフォルニケーションの時のような、サウンドとしては、多分この黒ワウなのかもしれないですね。よくこう、YouTube に上がってるような、ライブの映像を見ても、グレーのやつしか置いてなかったりしますんで、で、なんでその黒ワウをやめたのかっていうのはちょっとわからないんですよね。まあ、本当にこう、音の問題でやめたのかもしれないし、これを踏み割ってしまって、まあ、代わりを探すのが大変だって、そのさっきのデイブリーがね、そう、探してくるのがすごい大変なんだって言ってたんですよ。うん、どっかで。この雑誌じゃなかったかもしれないけど。それで、結局、もう黒はなかなか手に入らないから、もうグレーでいいかということで、もしかしたらグレーにしたのかもしれない。わかんないですけどね。ジョンが、グレーの方が良かったってことでグレーにしてる可能性はすごい高いけど、今まで何十台って壊してきてると思うんでですね。はい。ということで、こちらレビューをね、まあ、ここのレビューというかね、この V3 と、まあ、この 1.5 で、比較をしていきたいなと思いますので、ちょっと気になる方はね、ぜひ見ていただけたらと思います。よし、ではですね、見た目から先に行きましょうか、違いをですね。まあ、こういう横向きでね、こうやって置けるのでね。で、まあ、ここはドライアウトっていう、そのワウがかからない音になるのかな？使ったことはないです。まあ、そこが出てくる音になってます。で、デプスも、まあ、一緒、エフェクトのこの位置、ここもほぼ一緒ですけど、エフェクトの表記が、まあ、こっちは下に行ってて、こっちは上に来てますよね。で、多分位置は、まあ、そんなに変わらないのかなって、思いますが、文字の関係でもしかしたら下に見えるかもしれないかな。で、スイッチですね。スイッチは、まあそんな変わらない。ネジが違うとか、あとスイッチの形がね、こっちはちょっとこう出っ張ってるんですよね。で、こっちは平たいでしょ。出てないんですよ。まあ、こういう違いが少しある。こちら、前側はね、ちょっと違って、DC9V。
こっち書いてるのが上と下にあるんですけど、こっちは白でね、書かれてる形ですね。こっちは、個体自体に浮きが出てる感じですよね、こうやって。まあ、V1 と V2 の見分けでも大体そうなんですけどね。この個体はですね、ちょっとここのスポンジだけ交換されてるようです。で、スイッチがこんなスイッチ。ね、なんかちょっと、弱そうな感じ。こっちは、これ、よくあるスイッチですね。やっぱ踏み込んだ時にオンにしやすいのはこっちだったですね。やっぱグッて踏み込まなくてもこっちはオンにできた感じですね。まあ後ろはメイドインジャパンっていう風に書いてあって、こちらの表記なしですね。で、ここのここですね、ここがプラスチックじゃなくてアルミなので、このゴツゴツしてるこの三角形が、こっちはまあ普通にフラットな表面で、文字もこんな感じなんですけど、こっちはですよ、ほら三角の上にブツブツがいっぱいある、まあ、滑り止めのようなねやつがあって、字体はちょっと太いです。こっちはちょっと細いですよね、あんま変わらないかな、太く見えてるだけかな、字体そんな変わらないですね。はいはい。でよく言われるオンになってるかどうかのそのライト、この LED がね見づらいという話はよく聞くじゃないですか。そのライトが見にくいって言ってるのは、だいたいこのフルシアンテファンの方じゃないかなとは思ってます。なんでかっていうと、まあエフェクターがね、こういろんなところにこう来て、その後にこうワウが来て、でまた次のエフェクターが来てみたいな感じになってるんじゃないかなと思って、その接続の方法が。でちょっと思い返してほしいんですけど、ワウってよく見る場所って多分一番最初じゃないですか。まあ、せめて1個エフェクターがあって、すぐワウが来て、で他のエフェクターが並んでるみたいなことって多いと思うんですよね。ただフルシアンテファンは途中にワウを挟むんですよ。まあ下手したらボードのこっち側に置いたりとか、真ん中に置いたりとかするじゃないですか。でフルシアンテのコアなファンだったら左足で踏むんですよ。そしたらそれは視界はこっちにあるんで見えないですよね、ライトなんて。だから見えづらいとか言うんですよね。でも標準的なワウの使い方としたら多分本来こっちなんですよ。でここにボードが来たりとかするんですけど、そしたらこっち側で右で踏むし、視界もここにあるから、こっちにライトがついてるってことはすごく合理的なんですよ、実は多分ね。まあそれは余談でした。はい、ということで、じゃあ音のね比較をしていきましょう。あのバイパス音とかも、違いがね見受けられたので、まあ参考になればと思います。よーくわかると思います、違いが。それでは、比較いってみましょう。どうぞ。
はい、比較はどうでしたか。まあ伝わってればいいんですけどね。バイパス音からやっぱりちょっと違うなと思ったのと、改めてここのバッファーとトゥルーバイパスで結構音違うなって思いましたね。なんだろうな、こっちを通すとやっぱちょっとなんだろうな、音がチープ寄りになるのかな感じはすごくしましたね。でこっちの、まあ、バッファーはまあそんなに遜色ない、まあ、ボス程度の違いかなとは思いましたね。本当にチープになるような感じはなく、まあ、バッファーはそんな感じで、こっちの WH10 はやっぱ音量がでかいなって思うんですよね。こっちに比べてもこっちもまあまあでかくはなるけど、まあ全然いいかなと。メモリで言ったらね、3か4ぐらい多分大きくなります。こっちはね言っても2ぐらいかな、2から3の間ぐらいかな、ぐらいはやっぱブーストされますけど、こっちはちょっとでかすぎたな。そういう違いもありましたね。はい、これ決してこの V3 が悪いわけではない。壊れにくいし、ちゃんとねそれっぽい音も鳴ってたし。はい、ということで今日はこのアイバニス WH10 ボリューム 1.5 ですかねを手に入れましたので、持ってる V3 との比較を撮ってみました。まあ動画でね伝わっていればいいなと思うんですけど、まあなかなかね出会わない、ペダルじゃないかなとは思います。普通の初期型よりも、なかなか出会うことが少ないんじゃないかなとは思いますけどね。この動画でどんなもんかっていうのが少しでも、伝わればと思います。こうなったらやっぱ初期型も手に入れたいし、V2 もね手に入れたいなとかねちょっと思っちゃいますね。はい、それでは、今年最後の投稿になるかと思いますので、皆さん良いお年を。それでは。